ろです。今回は久しぶりに佐藤さんの、ディーゼルデミオを運転させてもらいながらデミオ事情をお話ししていきたいと思います。1年以上ぶりちゃったり1年そうですね1年ちょっとぶ ぶりぐらいにまあ1年以上ですよね、1年以上ぶりにこのデミオを運転させてもらう感じですね。かなり久しぶりなんで、そのフィーリングとのチェックとかね、そうですね。もう今現状がもう21万1500なんで、あの一番初めに乗ってもらった時が17万8000キロだったんで、そこから比べるともう3万4000キロぐらい、そういうことですね、乗ってるんで、自分が乗ってる感じだと、まあ、常に乗ってるんで、さほどフィーリングは変わってないんだけども、なんか前とどうかなとかいうのが分かれば、でも今ちょっと乗せてもらってる感じはやっぱ僕のと比べてやっぱ違いますね。まあ、ガソリンのねモデルとは、ね、トルクが違うんで、また今このちょっと上り坂なんで、そうなんですよ、今上り坂走ってるんで、なおさら違いますね、うん、まあこれも一回もまだそのすす清掃とかやってないんで、ずっと何もせず、何もあのそういうエンジン周りのことは本当オイル交換しかしてないんで、あじゃあ5000キロごとにオイル交換をするってだけ、それをまあ守ってるだけで、エンジン的には大きなトラブルはなくずっと来てるん でフィーリングもさほど変わらず、来てるんで、まあ、全然距離的には走ってるけど、そうです、ね、まあちょうど トラブル的なことで言うと、当時、まあ、あの前回乗ってもらった17万8000キロの時に乗ってもらった時は全くないですって話だったけど、まあ、それからまあ年数かでもう今8年目、ちょうど8年目なんですけど、半年ぐらい前からエアコンの調子が悪くなってきて、でエアコンのエバポレーターとかを交換を2ヶ月ほど前にやって、はい、まあ、8万円ぐらいかかったかなと思ったんですね。ありますね。まあ、それはもともと距離とまあ、ね、年数が経ってきたんで、それはあそうです、ね、うん、別にあのどの車でも起こることなんで、そうで、ね、で先日あオルタネーターですね、オルタネーターが、はい、あののプーリーがダメになるって、デミオも結構そのダメになることが多くて、ディーラーの方で今までは5年保証とかだったんですけど、5年10万キロの保証だったのが、数年前かなぐらいから距離も年数もかかわらず無償で、あの保証になったんで、今回僕も急にレッドが切れて、オルタネーターであのレッカーをちょっとよくダメになってしまったんですけど、まあそれであの見てもらったら、こんだけ仮想工で年数経ってても あそこの部品はもうあの無償保証になってたんで、ここはサービスでやってもらえたんですけど、結局テンショナーっていう針の V ベルト貼る、あ、はい、テンショナーのとこだけはまあ優勝の交換だったんで、そこのだ2万3000円ぐらいで全部の V ベルトとそのテンショナーとオルタネーターの交換で、オルタネーター自体はもう部品代だけで、あの純正品を使うと、レビルト出ない純正品を使うともう10万円ぐらいするらしいんでもう初め修理費が15、6万っていうこともあり得るみたいな話で、ええー、と思ったんだけどでもそこが保証になったんで、あかなりでかいですね、その保証が。そうかなり緊張してくれてるのかなりでかいですその辺マツダは考えてる、別にリコールとかにはなってないようで、リコール対象ではないけども、まあ、その方がやっぱその5年をやっぱ超えて、ちょうど超えたぐらいで壊れる個体が多い予想で、だから逆にそこは松田さんの方で直してもらえるっていうことを無償に切り替えたそうなんで、あすごいです、対応がすごいです、そうだからその辺ありがたい、そうですね、松田を買いましょう、松田は最高ですね、10万超えてでも保証してくれるってなかなかないですよね、そこの辺がちょうどここ半年以内に起きて始めたんで、まあそういう大きな故障ポイントというか、まあ距離が距離なんでね、そうですね、10万キロ超えてれば他の部分ももっといろいろ出てきてもおかしくないところなんで、そうですよね、結局まあ大きなところで変えてるって言ったら、まあ、エアコンと、オルタネーターの20万キロ超えて大きく壊れるというか消耗して交換が必要になった部品というかね、だからやっぱ全然コスパはいいですね、そうですよね、でまたこのガソリン高なんで余計こう軽油っていうのが生きてきて、本当そうですね、燃費も多分あのちょっとインフォメーターで見てもらったと思うんだけど、あ 23.3、ね、すげえ、これもあのちょっとあの大体どれぐらいかな、何ヶ月かに1回はリセットかけてるんで、結局ほらススとかが溜まってくると燃費やっぱ落ちてくるっていうじゃないですか、だからそれで燃費チェックしておこうと思ってるんだけど、でも全然さほどあの購入時からさほど燃費リッター1キロぐらいしか変わってないんで、すごいっすね、だから素晴らしく燃費も良くてガソリンも安くて全然ガソリンより燃費いいっすね、そしては今エアコン使ってる状態でもそんなに変わってない、そうですね、そうですすごいっすね、
エアコン使っててこの燃費で、もともとこれ夏になる7月6月ぐらいの時では24キロ超えてたんですよ。やっぱあのエアコンずっと常に使ってるんで、その月の燃費は若干落ちたっていうのはあるんですけど、それで23ですよね、これでまた冬場になればまた上がってくるんじゃないかなすげー、悪いところが逆に出てこないですよね、結構そのネットとか見てるとディーゼルはすごいトラブルが多いって言うじゃないですか、でも実際8年乗って20万キロ超えてて、ディーゼルに関するトラブルが一切出てないじゃないですか、そこがすごいというか、実際やっぱそういうことなんですよね、乗り方次第で、そうなんですよね、で、あとまたマニュアルっていうのもあると思うんですよね、まあデミオのおそらく個体の90数パーセントはオートマなんですよ、まあそうですよね、マニュアル乗ってるここ珍しい2人なんでね、デミオでね確かに本当そうですよね、そうそうそう、だからまあ特にこれの場合、まああのオートマよりも多少はね、セカンドとかで若干ひ、ね、引っ張る時もあるんで、そうやっぱ回すってことがやっぱり大きい、シスを燃やすにあたって、ね、大きくなる、うん、結局オートマでもこのディーゼルだと変な2000回転いかないでシフトアップどんどんしていくことも乗りだったらあるんで、そうすると全然回せないわけですから、そうすると、ね、シスが溜まりやすくなってトラブルになる可能性が上がるっていう、で必ずトラブルになるかっていったらそうでもないんですよね、はいはいはい、でも普通に、ね、まあ、日本車って言ったらガソリンの車ってそんなトラブルなんか起きるわけがないっていう状況の神話で、ね、日本車神話はあるん で、まあ、それは当たり前って考えてると確かにトラブルはあるって答えも、ね、ちらほらあるんで、トラブルが起きやすいっていうふうに言われちゃうけど、それが実際何パーセント起きてるのって言ったらそこまでの割合じゃないとは思うんですよね、私が見てると。ですからでトラブル起きた人は、あ、このトラブルだったらもうやだっていうふうにSNS なり民からなりに書くじゃないですか、そうすると そ, す、ね、その人を人ちらほら見かけただけで、あ、こんないっぱいなってんだっていうふうになっちゃうけど、うん、実際ディアでもそのリコールとか出てるんで、対策品には私も一回これは交換を昔してるんですけども、はい、私の場合はリコール出たんで、これ強制的にやらされたんで、トラブル起きてないのにやってくださいって言われてでやったんですけど、はい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 、ディーラーも考えてくれてるんで、その辺は。あ、そうですね、うん、だから別にトラブル起きたから泣き寝入りってことはない場合も十分あるんで、うん、はい、うん、その辺はだ、ね、それほど心配をそこまでしなくてもいいんじゃないかなというふうには思いますね。そうですね、今マツダ2なんてね出てますけど、だディーゼルの方をやっぱ絶対選んだ方が僕はいいと思います。同じ買うんであればガソリンと比較して、まあ、若干値段が高いんで、まあ、ガソリンのが売れやすいんですけど、特にその距離をある程度乗るとか、ね、休日のドライブをある程度長距離行きますよって人だったらもう絶対ディーゼルの方が、まあ、特にあとそのちょっとした、ね、坂道でパワーが欲しいとか思う人があったら絶対こっちの方が坂はぐんぐん登っていくし、高速の合流とかも取るからいいし、そうですよ、ね、運転が楽になりました。ガソリンだとやっぱね、あのしんどいっていうのはあると思うんで、そうですね、うん、でこの坂を今坂登ってますけど、エアコンかけてて2人乗ってて4速での普通に登っていくっていうのは加速できちゃうぐらいなんで、そう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 、これは僕が乗ってる、まあ、1.3 リッターですけど、ね、ガソリンじゃ結構厳しいんで、ね、相当力強さやっぱありますよ ね、ディーゼルターボは。もしそのガソリンのなんか何々がいいってこだわってる人じゃなければ、はいはい、全然ディーゼルの方がメリットがでかいですよ ね、今どっちを買おうかって迷ってるんであれば、うん、結構メリットは多いんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。そうですね、うん、でまたあの仮にもちろんオートマでもギアを一つ選ぶマニュアルモードになるじゃないですか、はい、そういうのに乗ってあげてちょっとまあ多少回してあげる時を作るとか、そういうふうにちょっとそこだけ気を使ってあげれば、あ、うん、そうですね、いいんじゃないかなと思いますけどね。じゃあこれでワインディングで今リビア入ったんでちょっと楽しんでみてください。あのタイヤは今これロードスターの RF の純正のホイールとコテンダーの純正タイヤ S001 がついてるんで、結構なんかディーゼルは重たいって言われるじゃないですか、はいはい、ガソリンに比べて、はい、まあ足とかも変わってるんで、はい、全くの純正と比べると違うかもしれないですけど、ね、全然なんかこうもっさりした動きがあるかっていうと、ね、割とキビキビ動きますし、はいはい、で何よりこの今トミオトルクね、今ちょっとした踏んだトルクがそうなんですよ、ね、この上りで3速でガンガンこの力強く登っていくっていうのはもうまさにディーゼルの良さだなと思うんで、
確かにあまた頭は重いですよ。ああそうですよね、うん、前が重たいですよ、はい、ただこのなんか力強さで、ね、ある程度というか結構カバーしてくれてるような感じはしますね。だから車ではちょっと隊員がちょっとあの頭が入りにくいなっていうのはあるけども、入っちゃいすればあとはもうあのアクセルね、あそうですね、でもうあの立ち上がっていくだけなんで、あで変な話開けすぎちゃうとホイールスピンもするんで、ね、特に路面が上とかだと、あだから LSD 欲しくなりますよねいらないけどあくまですので、ね、別にあの走る車じゃでは使ってないんで ね、まあ、でも本当走りを楽しみたい人でも全然いいですよね、二足にすると本当にすごいですね。あんまり踏めないっていう。逆に踏めないですね。すごいパワーが十分ありすぎて。ああすごい。もうブーストがかかると一気にグワッときますね。いやーこの力。上りでこんだけ全然半分も踏んでないぐらいの、こんだけ加速するのはめちゃくちゃいいですね。やっぱりディーゼルのなんかレスポンスの悪さって。ちょくちょく聞きますけど、はい、乗ってみると全然そんな感じしないというか、まあ、気にならない、そう気にならない、比べちゃうと気になるけども、比べなければこれだけ乗ってる分に関しては全然そんな、そうです、うん、これに慣れちゃえば別にその悪いっていう感じはしないですね、うん、確かに僕の場合ねロードスター乗り換えてやっみると、あやっぱあレスアクセルレスポンス悪いなっていうふうには思うけど、はい、それはロードスターの方が、ね、いいわけであって、まあ、もちろんそうです、ね、これがそんなめちゃくちゃ悪いっていうか、ね、普通のね一般的な車と比べてってそんなに悪いわけじゃないんで、その気になるレベルじゃないですよね。そうですね、よっぽどスポーツ走行するとかだったら別ですけど、あ、まあ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 、そこをなんかディーゼルを選ばない理由には全然ならない。そう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 、ならないです、ならないです。またデミオのこのディーゼル 1.5 のディーゼルっていうのはエンジン音かのカラカラ音あるじゃないですか、ディーゼルっていうのあれも少ないんですよね。そうですよね、うん、すごい静かですよね。 2.2 リッターの方のディーゼルの方がかなりうるさいんですよ。あそうなんですね、はい、CX5 とか、 なんか、ね、そうそう初期のやつですね、 CX5 アクセラーアテンザに積んでた 2.2 のディーゼルターボは音を消す装置みたいなのがあるらしいんですけど、これが採用されてるんですけど 2.2 はない、確かないんですよね。あそうなんですね、はい、でそのディーゼルらしい音そんなに大きく聞こえてこないですもんね、ましてやこんな乗ってたら全然わかんないですもんね。全くわかんないですね。逆にヒロ君の方のデミオはこの約2年弱で何かありました？はい、ダブルとは僕のも実際、まあ、今距離が7万6000キロぐらい走ってるんですけど、はいはいはい、大きなトラブルっていうかまだ今のところ何も出てないんですよね。なんでその壊れて直さなきゃいけないっていうところにお金が全然かかってなくて、本当タイヤ変えたりオイル交換したりぐらいでトラブル系って全然気にならないです。なんで本当に今、まあ、ロードスターの愛車として使ってますけど、お金がかからないんですごい助かるんですよね。あれ年式は何年式ですよね。あれは平成27年7年6年がデビュー。あじゃあ7年ですね、はい、あじゃあ同じ年式なんですね。あやっぱ距離の違いがなった分、あそうですね、思い出た分オルターとか来ますよ。あそうです、来ますよね、あとエアコンもエアコンは無償じゃないんで。あそうですね、まあ、サーキットもそんな多くないですけど、はいはい、1年に1回とかですけど、うん、走ってたりとかしてても、うん、この間の車検の時でもどこも不具合がなくて、はい、そう考えると本当にコスパがめちゃくちゃいいです、うん、お金が本当にかかんなくて、まあ、それもやっぱりその乗り方というか、もう本当下手したら1ヶ月に1回しか乗らないような人だったら逆に動かさなさすぎて壊れたりっていうのはありそうですけど、まあ通勤でほぼ毎日乗ってたりとか出かけたりでも使ったりするとそれもちょっとトラブルを逆に防ぐっていうのにもなんか繋がってるのかもしれないですし、本当にお金がかかんなくてめちゃくちゃ助かってるんです。今はまあだいぶデミオにかけるお金っていうかなんかいじったりとか、まあ、やりたいところは何個かあるんですけど、まあ足も中古で買ってるんで、はい、あ足は中古なんだ。あそうなんですよ、中古の3万キロぐらい走ってる足を中古で買ってつけてるんですけど、はいはい、じゃあもうそうそうただそうなんですよね、でつけた時から多分またさらに3万とかは走ってると思うんで、はいはいはい、結構乗り心地が硬いんでまあ足はいつかまあ、普段乗るからこそこう乗り心地のいい状態にはしたいなとかもやっぱありますし、まあデミオにお金を
かけてる場合じゃないなとは思うんですけど、それでもあのデミオもコンピューターちょっと変えてみたいなって気持ちもあるんですよね。結構コンピューター変えると燃費良くなるとかって言ったりするじゃないですか。なんかそれも考えると、まあ長く乗るってなると、まあ運転もこうちょっとパワーが出て楽しくなって、で無駄な燃焼とかなくて、こう燃費も良くなると、それはそれでなんかありなのかなってちょっと思うんですけど、いつかお金に余裕ができたら。ありがとうございました。はい、ということで今回は佐藤さんのディーゼルのデミを運転させていただきました。前回約2年弱ぐらい前にですね、初めて試乗させてもらって、やっぱその動画がデミオが今、まあ、すごいたくさんいますけど、やっぱデミオをこう購入考えてて、でさらにガソリンなのかディーゼルなのかっていうところですごいやっぱ悩む方も多いと思うんですけど、そういうのが気になって見てくださる方がすごく多くて、でまあそこから日が経って、で今もう20万キロ超えてるディーゼルデミオを、まあ、改めて試乗させてもらったんですけども、本当に全然その劣化感を感じないというか、前回乗せてもらってから、でまあトラブル事情とかに関しても結構皆さんが言われるディーゼルだからっていうトラブルっていうのは、佐藤さんの乗り方っていうのもあると思うんですけど、全然出てないみたいなので、まあ距離が距離なので、そのオルタネーターだったりとか、まあエアコンとかっていうのはまあ他種に限らずそれはあると思うので、今マツダ2をまあ検討されている方とかたくさんいると思うんですけども、まあ実際こんだけ距離乗って年数経っても実際全然トラブルが起きてないっていう、やっぱこう一つの例もあるので、すごい購入の参考になるんじゃないかなとは思うので、だいたい距離的にもこんだけ乗ってる人も、結構乗ってる人も何人か私の知ってる人でもいるので、中には30万キロぐらい乗ってるっていう人もいるんで、全然そう大丈夫で走ってますよっていう人もいますし、車に詳しい方ならよく知ってると思うんですけど、ディーゼルってもともとガソリンよりもエンジンの強度は高いんで、長距離に向いてるんですよね。あの長距離走っても壊れにくいっていうところもあるんで、まあプラグももちろんないですし、ああそうそうですね、はい、その辺で10万キロ超えたら車買えるよっていう中で、逆に10万なんか全然余裕よっていう感じの車なんで、買って長く乗りたいっていう人はディーゼルも全然選択肢にももちろん入るし、むしろディーゼルの方がメリットも、先ほど車の中で話したようなメリットも多いんで、逆にディーゼルの方を進めてるというか、まあ変な話、今後よくね、今もうガソリンの車がなくなって、ね、エンジンの車もなくなってくるっていうご時世で、もうディーゼルを変えるのって今しかないと思うんですよ。確かにそうです ね。ハイブリッドはもちろん残るかもしれませんけど、もうディーゼルエンジンってものが乗れるのは下手したらもうここね、10年以内ぐらいにはもうなくなってくる可能性が十分高いんで、今のうちに逆に乗っとくっていうのも手かもしれないですね。そうですね、はい、経験しとくっていうのは、はい、なんせもうトルク感とね、あとまあ省燃費っていうのが両立してるんで、でこのトルク感乗ったら結構、このディーゼルだったらもうまたディーゼルをまたリピートする方もやっぱ増えてるっていうので、やっぱやめられないっていう、このトルク感にもうガソリンに戻れないかな人もいらっしゃるので、いそうですね、本当にぜひ乗ってみるにはいいのかなと。新車で考えてる方に関しても、中古の場合も価格差が、マツダ2とかだと同じ装備ぐらいのエンジンだけの違いで比べれば20万からまあ30万もないと思うんで、それだったらあの選ぶのは全然ガソリンの、あの燃費を計算してれば全然元は取れちゃう。で、そうです、私はディーゼルの方がまあおすすめはしますけど、もちろん乗り方によってはガソリンを選ぶかのも全然あると思うんですけど、そうですね、まあ使用用途によってっていうところも多少ありつつ、例えば僕自身こうガソリンずっと乗ってる中でディーゼル乗らせてもらうと、やっぱりディーゼルの良さがすごい感じれるので、僕からしてもやっぱディーゼルはすごいおすすめできるかなっていうふうに思いますね。もしなんか分かんないこととか聞きたいことがあれば、あの、ああ、ね、YouTube のね、この動画の中コメント言ってもらえば、私の方からも返信はかけますんで、ぜひぜひあの、はい、気になることあればコメントお願いします。という感じで今回はディーゼルのデミオをね、久しぶりに試乗させてもらいました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ、はい。